こんな感じどうでしょう。あ、すっきりした。めっちゃ良くなったね。めっちゃ綺麗。これで。ラマ、やべえやつこれ。あ。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。コムチンです。アニキーです。ヨシです。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、うん、はいはいはい。部屋作りの続きですね。うん、そうだね。やっていきましょう。おい。それぞれが、それぞれのやつをやって、っていく感じになるんで、とりあえずコミチンここら辺の周りのインテリアをお願いしたいのと、はい、アニキーズはここのクリーパーのこう流れるところを見て、はいはいはい、あのブルジョア階級の人たちが北総を見ながら見る場所を作ってほしい感じですね。で、俺こっちの3人が寝る場所を作るので、はいはい、そんな感じでいけますか。 OK です。はい、とりあえずガラス張りにした方が分かりやすいから、うん、全部変えますね。うん、ガラスにしたけど、うん、天井がどうですかねこれ。天井な、天井どうしようなこれ。ねえ、うん、これってまだ掘れるか。あ、ここもう天井なんだね。うん、なるほど。天井上げてもいいですけどね。天井上げれるこれ。あの上をね、一段上げれば。ああ、そうでしょう。微妙でしょう。そこになんかもう。あ、微妙ですねこれは。そうでしょう。ここをハーフブロック敷く。植え付きハーフにするってことですか。ハーフやとあれ、つかないんじゃないですか。うん、つかんけど、そこをつけるところだけ一マスにすればいいんでしょ。あーはーはー、あ、いいじゃん、まとまってきた。で、こっち側も同じように下がっていく感じかな、だで。あー、なるほど。うん、ある程度までいったらジャンプ高くていいですねめちゃくちゃやりやすいな、これ。よいしょ、こんな感じか。うん、ここのガラスの形もうちょっとなんかうまいこといきたいな、これ。これは、うん、そうですね。なあ、なんだろう、どうしたらいいんやろ。あげれんかな。もうちょっとあげたいですよね。そうだね。ガラスがてかデコボコしてるから多分ちょっと良くないんじゃないかな。ね。うん。うわ。どうした？真上にクリーパーがいるから怖っこうやって、こんな感じどうでしょう。あ、すっきりした。めっちゃ良くなったね。めっちゃ綺麗。これで。ラマ、やべえやつこれ。あい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 はい。ああ、かわいそう。はい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 。ラマが言ったけど。タイン氏のお責任だな、あの。こうのこう。待つか。もしかして。板チョコみたいなドアって、うんうん、ダークオーク？ドア？トラップドアじゃなくて、あ、トラップドア、やばこれ、うん、トラップドアか、うん、ダークオークだね。一生できんわけ。ほほほほ、そういうことをね、音言ってる部分ね。ほい、ぶつけ。あ、いいね。うん。2、3、4、5、6、7、8、9。早速入ってきやがった。やめろって。めちゃめちゃ入ってくるやん、この人ら。この人らの習性がわからんよね。本当に隙間に入ろうとするからさ。
ながら睡眠何もでもない。本当にね、夜になればベッドのところに行くかな。ああ、そうかもね。で、ここを1マス外ってフローリングにしようかな。君たち本当にめちゃくちゃ集まっちゃおう。待ててお前、じゃあ集まりすぎじゃないこれ。ちょっとあれベッドすごいっすよ、ね、ベッドをさもうちょっとこっちに置いたら行くかな。すごく邪魔だなこれ。なんでやろうか、村の中心が変わっとんのかな。すげえ俺んとこに集まってきよる。めちゃくちゃ迷惑やなこれ。やめてくれ。こいつら寝に行かへん。夜これもう今夜ですね。寝に行ってねえなやっぱり。ベッドが少ないんじゃないですかね。ベッドを置こうか。紐付けのベッドが多分邪魔だこれ。さすがに邪魔だ。ちょっと一旦ベッドを置きましょう。下に結構大量にいるかもしれない。ベッド、うん、本当はね、めちゃめちゃ増えたもんな。うん、来るかなこれで。多分来ると思います。本当来い。あれあれ見えてないってこと。一旦見せなあかんかこれ。認識してないか。移動せえへんな。あ、移動ちょっとするか。あ、ようやく下に降りてくれた。やったー。ここまず掘っちゃって上邪魔すもんね。うん、で、だんだんと上がっていく感じ。この段まではレンガ敷いちゃおうか、石レンガで、後で形成していけばいいかな。ここまでか。で、この上を階段で行った方がいいかな。これってまだ掘れるか。あ、ここもう天井なんだね。うん、なるほど。あー、そうでしょ、微妙でしょ、そこになんか、ね、あ、微妙ですね、これは。そうでしょ、だからここでもう天井決めちゃおうか、ここにしちゃおうか。あ、いいじゃん、まとまってきた。で、こっち側も同じように下がっていく感じかな、だね。あー、なるほど。ある程度までいったらできれば真ん中に木材を使いたいんやけど、それはまあ後でやるわ、またジャンプ高くていいですね、これ。めちゃくちゃやりやすいな、これ。どっから下がるかっすよね、後で。そうだね、ここら辺からでいいんじゃないかな、もうここら辺に、だから階段。うん、そうそうそう、よいしょ、こんな感じか。うん、まだもう一個か。はいはい、いいっすね。で、できればここを待つか。あ、柱っすね。こうすると多分向こう側から見えるんじゃないかな、ね、で、これを一向機で OK。 うん、あ、いいね、いいでしょ。デコボコ感を出したらそれらしく見えると、一体感が言っとったもんね、あの大原面が。大原面ね。で、ここもこうやって真ん中だけ木にする。はいはい、はい、おしゃれ。よし、できた。こっちの部屋の感じはいい感じにできたぞ。周りを石レンガに変えよう。で、天井か。石レンガで天井を塗って。暗何？暗い？うん、暗いよ。まあ、何も起きないよ。湧き潰し軽くやっといた方が。よし、オッケー。アニキーズが前に作ってくれた感じの。あ、すごい、できてる。イエス、めっちゃいいやん。あ、いい。ここのガラスの形もうちょっとなんかうまいこといきたいな、これ。これは、うん、そうですね。なあ、なんだろう、どうしたらいいやろう。この状態でこうか。この周りってちょっと水入れてもらってもよろしい？はい。こうして、こうして、で、ここに台を作る。ランタンか、感じかな。オッケー、ありがとう。んなら、アーフを敷いて、で、これだね。出た、天下の宝刀。
ファサファサのカーペット。ドフラミンゴのやつみたいな。ドフラミンゴ肩についとるみたいなやつ、あのパーみたいなやつ。明日ブラックストーンでいっちゃう、これ。ちょ明るいとこに寄りたがるんかな、彼らは。関係ないと思うんですか。関係ねえか。いいぜよ。いい？いいぜよ。いい感じ？ここ周りちょっと削って奥踏み込んで。はい、こんな感じで。おー、いいねー。いいねー。どうでしたろうか。いいでしょう。はい、であとはまあここら辺にこう飾り付けをこうやって花とかをやったりとかして、はい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 、まあ奥に絵とか飾ってもいいし。できたな。できました。完璧。はい、これで我々の一応こうヒューって上から飛んできてここに寝るみたいな場所ができたと思います。肝心のその穴が必要だな、これ。まずそうやね、まだまだできてるけど、うん、またちょっとやっていきましょう。そうだね。あ、いいやいいや、うん、ここで談話する場所もできて、でクリーパーが焼かれるのを楽しむと、お酒を飲みながら、はい、めちゃめちゃいいやん。いいっすね。あ、ここの天井図の照明がまだなんでしょう、ね、あ、そうかそうか、ここら辺周りにあれを、はい、これか、あれをこの、はいはい、あ、オッケーオッケーオッケー。あ、いいね、はい、おい、いけた。オッケーでございます。はい、完成。じゃあちゃんとこの寝床を使うかどうかは神のみぞ知ると。使おうぜ、ちゃんと。もうどんどん充実してきましたね。そうね、そうだね。愛着も湧いてきたし。うん、そうだね。村人たちだけが本当に鬱陶しいんで。本当にね、建築中何回も叩き殺したろうかなと思ったけど、うん、我慢した。もう我慢しましたね。うん、そうですよ。本当に厳しい戦いやったわ、それが一番。こいつら本当に樽によって就職し始めましたね。あ、釣り師になった、釣り師使いようのない釣り師になってくれたね。ありがてえ。こんな感じで。はい、またじゃあね、今後も順次発展させていきましょう。うん、はい、はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。